Welcome to シルちゃんです。どうもシルです。ちょっと同じメッションをやります。多分私イベントスキップに設定したんで、いやアリーナモードを連戦してたからその影響ですね。まあ、ちょっと終わらせよ。大丈夫できるさ。嘘は特に書いておりません。まあいろいろ試していきましょう。まだまだまだ、いや、いろいろやれていいね、このゲーム。本当に、なんか、息が長い。対戦とか別にいいんですよ。あ、もうない。反撃する。やる落とすか。コアがやられてるぞ。まだだ。ミサイルいい、ミサイル安定ですね。当てる。コアから敵を剥がすんだ。まだだ。遅い。コアから敵を剥がすんだ。これまでか。早い。終わっちゃって。コアがやられてるぞ。そこだ。すごい。罰が。なんで相手はコアをいきなり撃てるのか。コアがダメージを受けてるわ。こんな仲間の分まで。やっ、カズやる。コアから敵を剥がすんだ。おいっしょ。これはまだもんね。だからずらすなってずらさないで、うっくん魂しゃげる。今度攻める。決勝戦
でしょう。一気に使う武器が増えたからいろいろ考えながらやってるって感じですね。今まで全然オプション使ってないから。レアピンク、せっかくにエクゾなんとかって言うんで、まあレアでいいスーパーレア、スーパーレア SR あ、グフー来た。エザーって回復できないって嫌だから、リピアポットにしてきたいそうですね。じゃあ前後服になっとるべさよなら。あと一息ちっお手玉つけるもう一回。え、だって決勝だからさ、一応プレーしたらなんかあんじゃん。コマ最後まで諦めワンワンちゃん一発死亡覚醒じゃ反撃だ。あんま微妙だよ本当に。もっと早い方がいいよね。月光町って月光町だなってぜひ言ってほしいです。どうせ半分で終わるし。ここで。ニューガンダム。ダメージやばいよ。トメちゃん死んでくれ。あんまりダメージいかないかな。ちょっと出てほしいな。サンダーボルト。
こいつ。これ多分茶番劇見たい見たいんです。やっぱ月光地はあかんな、全然ダメです。知らぬベースが欲しかったんで、まあ、いいじゃないグフ。お、いいね、サーベルとアックス、ファッツ、ファッツ、知らないファッツ、ガンダムセンチネルと言われてもわからない。あ、キラどうだ、結構今回はピンク出てたね、ピンク。あ、ねえんだ、すいません、なかった、関係なかったですね。決勝なのに完全にありませんでした。じゃあもう一回ぐらいちゃちゃっていっちゃうか。クリアするよ、ささっと。そしたらランス、アイテムを取りたかったんですよ。まだ、ブースト超速いからね、結構強化します、このブーストも。ジオングの足が、ワンショット、ワン。この火付きバリアが。いただくわ。あれ面白いね、あの機体。ガンダムっぽくないね。スーパーロボットっぽい。ビルとか大きさとか。ちょっと通りますよ。ちょっと通りますよ。
火力だけ。この左上の数値に応じてなんか来るみたいな。エースポイント、これが高くなると。ただ私はあんま上がんないんでね、火力が強すぎるから。言えてないし、まあ、なんかいろいろと言えてない。ずれた。なんだこれ、下げずれ。パーフェクトジオン、これのがパーフェクトだ。足がないことが完成形なのだ。スナイパーライフルもなんか強いイメージ。全然知らないこれって。ちょっと強い蹴りくるよ。モナリスのバリア消滅。あ、わかった。オッケー、敵殲滅。シャシャっていい。殲滅力早いね。敵よ。メッサーラとか来ないね。意外とね、本当にね、なんか出てない。ギャプランとかもいないし、いないんだよね。意外といないんでね、意外といないんですよ。いそうでいない。いろんな作品が出す関係上、一つの作品からは少ないような印象。エース級はもちろんいいよ。もちろんこれ早くていいね。ダメージやばいよ。どうしてね。ダメージ
なんだそれ。あー、なんか首がもげるな、よく。あ、お、ダブルオーか。エクシアからダブルオーだ、そんな感じだね。まあ詳しい人が、あれはあれですね。外れてるんですけど、微妙に。自信なんですけど、マジかよ。強すぎだろ。いや本当にあれはおかしい。ただしずっと受ける出せるわけじゃないからね。カットされるんですね本当に。やばいね。これあれをはこのでも使えるんだったらやばいよ。てか、武器のダメージが一体アックス依存なのかどうかが気になるところでね。例えば剣で使えるようになってダメージはその剣の DPS で反映されるのか、しねえだろうな。そしたら全然軽くない、出ないと思うんだよね。ね、そしたらほとんど意味ねえ。これはあ、まあだけどな、バズーカの火力もそうですな。どうだろう、ここは検証したことがないから。
さあ次行こう、次行こう。ボスかな、予選だからボスではないと思うけど。あんま当たってない。ちょうど旋回できるときもあんま旋回してくれない。これが本当にやばい。多分これでね、斧このあのスキルマックスになると思うんだよね。スティングシュートじゃならなかった。スティングシュートはマックスになりました。ビームトライデント、トライデント、パーサー寿司でリペア、ザンバスター、クロスボーン。ここまで収穫はあんまりかな。ファイティングサイド、シェンロンガンダム。あ、これが1個あった。
面白いね形が。バックパックいいんじゃない、まあ、これをベースにすればいいからね。レベルが低いぞ。はい、そんな感じでございました。これがやっぱ結構ちょっと微妙ですわ。この辺入れちゃうみたいな、入れちゃう入れちゃうみたいな。いやね、何が言いたいのかとか、これだね、ここです、ダイアンテ。まあだけどぶっちゃけ死なないから、アリーナやるんだったらこれもうクアンタムが必須なんです。だからみんなね、ダブルはオークかを装備してるんですよ。ほぼ必須みたいな感じになる、自分で攻める場合はね。後ろもなんか、ティンガーシュート、ブレイカーシュートに変えようかな。カルネージあとちょっと、カルネージあとちょっと、魔法が分かるけどこれもちょっと、よし次ぐらいになるな。グランドシェイカーにしてみよう。これよく分かんないんだけど、お覚えたから。ブレイカーシュートもいいんですけど、C って結構長いから、開けるの大変なんで C よ。C は本当はない。これここまで、トマホークアリゲンはめっちゃアリーナやったからですけど、ガードシェイカーでしょ。この腰、ワン、腰の部分のメガ粒子が弱すぎて、数値は5800って出てたのに、そんな出る、ダメージ出てない。てか、まあ、シミ、ガードされてんだよね、シールドでね。ミサイルポットもまあ使えな、使え、って感じですね。これ、それであれが終わったら、次はランスに行きますから、やっと。そんな感じでした。それじゃあね、今回ここまで、ストーリーはまだ進まないようですね。次ぐらいで進むんじゃない？いろいろ買ってんですよ。あんまりなービームランチャー。ビームランチャーの方がいいのかな。というわけで、意外とジオンがネタでやって、まあまあまあ、悪くはないんですけど、ジエヌフィールド。アイフィールド発生装置。ニークラッシャー。6連装にミサイルポットいいじゃん。大型ガトリンク。大型レールキャノン。これだけど2つ一緒でしょ？これじゃない？F ジェネレーター、これなんだろう。ジェネフィールド。金ならいくらでもあるんだ。今のところね。ジェネフィールド、お前だからなんでそのそこか。メガルシもこの頭、あ、だから頭だったらまだまだまだし、まだこれだった。お医者さんになったんだけど。医者か。単眼、単眼ですね。単眼、一つの目で。かっこ悪いなこれ。かっこ悪すぎ。6連でいいんじゃない。ファイブジェネレーター、すげえとこにつけんな。足につけようよ。足につかねえし。残念ながら足にはつきません。こいつの足にはな。
何これ、敵機の軌道を干渉押し続けなきゃいけないのか、それは嫌だな。勝手に動いてくるのがいいよね。ファンネルがいいんだよ、ファンネル、ファンネルにしようよ。ファンネル楽でいい。だからプロビデンス使ってたんですよ、あれすげえ便利だもん。見た目があんまり好きじゃないんですけど、あの後光が差した感じ。ちょっとジーネルフィールド、だから切り替えもやめよう。オートがいいって、オートオート、意外すごいとこにつけるね。どこについてるのか分かんない。ちょっとなんかおかしいなことになってるよ。6連ってバックパックにしかつかないの。まあ仕方ないか、仕方ない。いやそれもうちょっとおかしいだろ。いやさらにおかしいわ。まだこれだな。で装備しない、ここで装備しない君。まあこれだったらね D ですけど、バズーカまあ威力は低いけどいいんだよ。あとここでカルネージシュートとトマホークアリケンが終わる。キリングシュートも終わるといいな。やり込んでます。そんな感じでした。そしたら次はランスだよ、いよいよ。それじゃあね、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。